今回は初釣りです。結構風は強め。最初なのでできれば大物がいいな。早速背後に超大物を感じる。多分見ていますね。視線を感じるんです。集中集中。で先検証を準備。釣れないな。ゆっくりと来るな。お年玉でもくれるのかも。旋回行動に入ったな。これは新年から超大物。後ろにやってきた。ヒット。爆風で聞こえにくいけど、どこから来たのって聞いてる。手振りであっちって刺す。多分ライフジャケットつけてるのって聞いてる。背中を見せてあげる。確認したらリリース。40メーター級かな。お正月から大変な仕事だね。この兆候は1月1日撮影です。線検証準備して損したな。
か前で当たりがあるみたい。前の肩かなり意識の出してる。邪魔をしないようにあげるかな。あれは50センチはあるな。私の方には何もなし。かなり引いてる。今回は新年だからネタはやめて普通の網を準備。新年にふさわしい綺麗な魚体。エアムスチテイケッヘ。それから数時間あたりもなく、やっとヒットしました。娘だからね、わかってるよね。はい、しっかり美味しいところを持っていきました。高級魚のベラちゃんでした。では元気でね。今日はお正月なので早く上がります。もっといいの釣りたかったな。今回の釣行はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。また見てね。